ピルロシステム、これまで何度も栄光を手にしてきた AC ミランですが、どの時代も多くのスター選手たちの活躍がありました。ファンバステンやルートフリットが躍動したグランデミランに、カカやシェフテンコが異次元の活躍をしたアンチェロッティミランなど、様々なチームがありましたが、今回は2000年代ミランを支えた中盤三重士について語っていきたいと思います。ミランの攻撃を最大限に生かすため作られしシステムを一つ一つ解き明かしていきたいと思いますので、興味がある方はご一緒にどうぞ。まずは見る者を魅了する魅惑のパスセンスでゲームを支配し、黄金時代を築いた2000年代ミランの心臓アンドレア・ピルロから話していきます。現役時代は主に中盤の底でゲームをコントロールするレジスタとして、前線の選手へ正確なパスを配球して攻撃を司り、2006年にはイタリア代表の中心選手としてワールドカップ優勝も果たした近年のイタリアサッカーを代表する天才ファンタジスタです。そんなピルロの最大の武器といえば、ピッチに魔法をかけるとも言われる華麗で繊細なパスであり、その卓越した戦術眼で相手の守備網に穴を見つけ出しては、長短を織り交ぜた正確無比なパスを送り込み、相手ディフェンス陣に混乱を引き起こします。中でもロングパスの精度は歴代でも随一と言われるほどの正確さを誇っていて、逆サイドを走っている40メートルほど離れた味方へも華麗な放物線を描いてピタリと足元に届けるなど、美しいパスで観客を魅了するその様はまさにピッチ上の魔術師と言えるでしょう。特に希代の名将アンチェロッティが率いた2000年代のミランでは、彼の類稀なパスセンスがチームに圧倒的な攻撃力と想像力をもたらしています。当時のミランにはセリエ A で2度の得点王に輝き、バロンドールも受賞したシェフチェンコやマルチなプレーを見せるトマソン、ゴールへの鋭い嗅覚を持つインザーギなど、そうそうたるアタッカー陣たちが鎮座していて、この選手たちをどう生かすかが勝利への重要課題でした。そこでアンチェロッティは卓越した戦術眼と正確無比なパスを配球できるピルロをアンカーのポジションに配置し、味方がボールを奪うと即座にピルロへ預けることで、後方から攻撃を組み立てさせる新たな戦術を編み出します。するとこの戦術が完璧にはまったミランは、一発で相手の最終ラインの背後をつくピルロのロングレンジのパスにより、自陣の深い位置からでもフィニッシュまで一気に持ち込める強力なカウンターという武器を手に入れて、得点力の増加につながったのでした。こうしたピルロを中心に攻撃を組み立てる革新的な戦術は後にピルロシステムと呼ばれることとなり、アンチェロッティ最大の発明とも言われ、セリアの舞台で一大センセーションを巻き起こしたのでした。またピルロのその正確無比なキックはプレースキックにも生かされていて、いくつもの劇的なゴールでスタジアムを沸かせてきたフリーキックの名手としても知られています。独特の短い助走から鋭く落ちるボールや無回転のボールなど、様々な球種を自由自在に蹴り分け、予測しえない軌道で相手ゴールに突き刺す様はまさに芸術的。現役時代に直接フリーキックはセリエ A で28本ものゴールを突き刺しており、死に者ミハイロビッチと並んで歴代1位となっています。こういった観衆を魅了する魔法のようなプレーで世界中のサッカーファンを虜にしてきたピルロは、近年のイタリアサッカーを象徴するファンタジスタとして歴史に名を刻む希代のクラックなのです。このように自身の名を冠するシステムが作られるほどのズバ抜けた攻撃センスでセリアを席巻したピルロでしたが、そんなピルロを中心とした戦術を成り立たせるために、ミラン時代は彼の周りを汗をかいて走り回り、ひたすら勝利を追い求めた二人の男たちがいたのでした。流星を極めたアンチェロッティミランにおいて、中盤の守備の要として相手を吹き飛ばすほどのハードなディフェンスと猛烈な闘争心でチームを奮い立たせたのがこの男です。ジェンダール・ガッツーゾ、ピッチに何人も存在しているのかと見まがうほどの異次元の運動量を武器に、縦横無尽にピッチを駆け回っては相手のチャンスの目をつぶすハードワーカーガッツーゾですが、この男なくしてピルロシステムは機能しませんでした。そんなガッツーゾといえば、刀剣の異名に象徴される通りの熱く激しいプレースタイルであり、時にはカードをもらうことも辞さないハードタックルや、狙った獲物を食らいついて離さない徹底したマークで相手攻撃陣の戦意を削ぐ生粋のファイターです。ひとたび相手がボールを持てば、鬼人のごときスピードで体を寄せ、しつこいほどに絡みついては足ごと刈り取るかのようにボールを奪い去る、こうした野獣のようなプレースタイルで、時に殺気を感じるようなプレーを見せたガッツーゾは、コアモテーなマスクと相まって相手から恐れられ、プレー以前にそのオーラで相手をひるませるほどの存在感を放った最強の壊し屋でした。またガッツーゾにはピルノのような華麗なパスや繊細なボールタッチはありませんが、それを補ってあまりあるほどの強烈なメンタリティを持っていて、闘志をむき出しにして最後までボールを追いかける魂のディフェンスは見る者の心を揺さぶり、現役を引退した今でも多くのミラニスタに愛されているゆえんでしょう。このように前世紀には守備の国イタリアにおいてもトップクラスの守備力を誇ったガッツーゾは、自身が汚れ役となってでもチームの勝利に徹した名脇役であり、俺が相手から10回ボールを奪うことは1ゴール決めるのと同じかそれ以上の価値がある、ガッツーゾにはガッツーゾの仕事があるんだと自身の役割について
てはっきりと語っています。サッカーをプレイするものであれば誰でも華やかなプレイやゴールを求めてしまうものだと思いますが、ガッツーゾはそんなエゴを捨て最後までミランの勝利のためにボールを追いかけ続けた最高のチームプレイヤーでもあったのです。そんなミランの黄金期を特に守備の面から支えたガッツーゾは96年にペルージャでプロデビューし、移籍先のスコットランドリーグレンジャーズ時代に頭角を現してそのプレースタイルを確立。後にあの国のサッカーが俺の性格やプレースタイルには最も合っていると語ったように、当初前面に押し出した気迫あふれるプレーは激しいプレーを好むスコットランド人の心もがっちりと掴み、ブレイブハートと呼ばれ多くのファンに愛されました。そしてスコットランドでの活躍で一段と評価を高めたガッツーゾは9899シーズンの途中に母国セリエ A への復帰を決断し、サレルニターナを経由した後シーズン終了後にはミランへの加入が決まります。そしてその後在籍期間中の13年間でリーグ制覇2回、チャンピオンズリーグ制覇2回など栄華を極めた2000年代のミランの一躍を担ったレジェンドとしてその名を刻んだのでした。自慢の守備と献身性で黄金時代のミランを支え、ピルロシステムを完成させる重要なピースとなったのがガッツーゾでしたが、次はピルロと共にシステムの攻撃面を支えたもう一人の天才を紹介していきたいと思います。三重師最後の一人は相手を惑わす華麗なテクニックで中盤を支配し、頭脳明晰なプレーでミランに爆発的な攻撃力をもたらしたこの男、クラレンス・セードルフ。パス、ドリブル、シュートなどあらゆる攻撃スキルを高次元で備えた総合力の高さに加え、どんな戦術にも適応できるサッカー IQ も持ち合わせるなど、当時のミランで背番号10を背負うにふさわしい完成度の高さを誇った天才と呼ぶにふさわしい司令塔です。特にその足元のテクニックはもう一人の天才ピルロに勝るとも劣らない繊細さを持っていて、時に複数人に囲まれ厳しいマークに合いながらも感激を塗って突破していける推進力、奪われればピンチになる場面でもセードルフなら大丈夫と安心感を持たせてくれる、いわゆる異次元のテクニシャンでした。また的を絞らせない創造性あふれるパスやミドルレンジからでも正確にゴールに突き刺す弾丸シュートなど、遠くに相手ゴール前でその存在感を強烈に放ってミランに数多くの得点をもたらし、圧倒的な攻撃スキルを存分に生かして強力な攻撃陣を操ったゲームメーカーでもあります。そしてさらに彼を天才たらしめるもう一つの要素がそのサッカー IQの高さで、中盤のポジションならどこでもこなせるユーティリティ性を持ち、味方がボールを奪われそうな場面でも気の利いたポジションを取ってパスを引き受けるクレバーな一面が際立っているのです。そのためどんな局面にも顔を出す彼の存在がなければピルロの身が徹底マークに合い、システム自体が崩壊していたかもしれません。またピルロ不在時には代役としてアンカーのポジションもこなすなど、どんな戦術にも対応できる天才セードルフですが、彼は攻撃だけではなく強度の高い守備でピルロの脇で何度もボール回収、加えて無尽蔵のスタミナもピッチ全体で攻守に影響をもたらしてチームを助けるなど、3人の中で最も総合力が高いのがセードルフだと言っていいでしょう。このような活躍ぶりからイタリアメディアが選出した21世紀のミランベストイレブンに選出され、今ではミランのレジェンドとなったセードルフですが、プロデビュー当時から将来を嘱望されたサッカーエリートでもありました。アフリカのスリナムで誕生したセードルフは幼少期にオランダへ移住し、そこで名門アヤックスの下部組織に入団。幼い頃からその才能を発揮したセードルフは順調にユース年代を昇格していき、92年には当時のクラブ史上最も若いデビュー記録となる16歳242日でのプロデビューを果たすなど、アヤックスユースの最高傑作と言われるほどに当時から高い完成度を誇り、オランダサッカー界の期待を背負う存在でした。そしてアヤックスでレギュラーをつかみ取り、自称ルイ・ファンハールの元ヨーロピアンチャンピオンクラブズカップ制覇やリーグ連覇を経験し、若くしてオランダでは向かうところ敵なしの状態となったセードルフはサンプドリアを経て96年に銀河系軍団レアルマドリーへと移籍を決断します。するとここでも絶対的なレギュラーを獲得したセードルフはラウル・コンザレスやロベルト・カルロス、フェルナンド・イエロらを擁し、名将ユップ・ハインケスが指揮を取ったマドリーで9798シーズンにチャンピオンズリーグ制覇を成し遂げ、世界的な名手としての地位を確立していったのでした。こうしたビッグクラブでの活躍で世界にその名を轟かせたセードルフはその後インテルを経て0203シーズンからミランに加入。アンチェロッティが作り上げたピルロシステムのキーマンとして加入初年度から CL 制覇を果たしたことで、史上唯一の異なる3クラブでのチャンピオンズリーグ制覇という未だ破られることのない偉業を成し遂げたのでした。このように前人未到の快挙を成し遂げたセードルフは歴史に名を刻むほどの名選手であることに間違いはないですし、時代を彩る名将と呼ばれる指揮官たちと仕事を共にしてきたことがセードルフの戦術眼やサッカー IQ の高さにつながっているのではないかと思います。その中でも特にアンチェロッティはピルロシステムという新たな戦術を生み出し、サッカー界に新風を巻き起こした第一人者でもあるわけですが、ここからはそんな革新的な戦術がどのようにして生まれたのか、そしてピルロ、ガッツーゾ、セードルフの黄金トリオがいかにして結成されたかについて語っていきたいと思います。
まず AC ミランというクラブについてですが、ミランといえばこれまでにセリア A 制覇19回、チャンピオンズリーグ制覇7回などあまたのタイトルを獲得し、欧州ではその名を知らぬ者はいないほどの言わずと知れた超名門クラブです。特に80年代後半のミランは会長に実業家であり、後にイタリア首相にもなるシルビオ・ベルルスコーニが就任して大改革が行われ、ルートフリットやマルコ・ファンバステン、そして後にミランの指揮官に就任するカルロ・アンチェロッティらを擁し、グランデ・ミランと呼ばれる黄金期を作り上げました。その後も欧州にその名を轟かせるビッグクラブとしての地位を確立してきたミランでしたが、90年代後半にはリーグ中位に甘んじ、 CL 出場権すら得られないこともあるなど、一定の成績を収めるものの苦戦が続き、欧州の舞台でかつての存在感は影を潜めることとなります。そしてこのような安定感に欠けるチーム状況を打破し、新たな黄金期を築くために指揮官に就任したのが希代の名将カルロ・アンチェロッティでした。選手としてグランデ・ミランの黄金時代を経験したアンチェロッティは引退後、パルマやユベントスで監督としてのキャリアを積み、0102シーズンの途中には前任のファティ・テリムの後を受け、ウルスミランに舞い戻ることとなります。名門復活のミッションを託されたアンチェロッティは就任早々、前線に鎮座するインザーギやシェフチェンコ、トマソンといった世界に誇る自慢のアタッカー陣たちの攻撃力を最大限に引き出すためのチーム作りを開始。試行錯誤を繰り返す中でアンチェロッティが目をつけたのが、天才的なサッカーセンスを持ちながらミランでは力を出し切れず主力の陰に隠れた存在であったアンドレア・ピルロだったのです。イタリアが誇るこの天才司令塔はブレシアのユースでキャリアをスタートさせ、レッチーナやインテルを渡り歩き、2001年にインテルからミランへと移籍を果たしますが、そこで壁にぶち当たります。ミラン加入直後はトップ下を本職としていましたが、当時のミランにはトップ下の絶対的なレギュラーとしてルイ・コスタが君臨していたことや、フィジカル面で対応しきれず激しいコンタクトプレーに苦戦したことで本領を発揮できずにくすぶっている状態が続いたのです。こうしたもどかしい日々を送っていたピルロですが、ピルロ本人の希望もあり、アンチェロッティはピルロの持つ唯一無二のパスセンスを生かすため、ポジションを一つ下げ、ディフェンスラインの前方で攻撃の指揮を司るレジスタにコンバートする決断を下します。するとこの決断が功を奏し、ピルロは本来持っていた天才的なパスセンスを遺憾なく発揮して、決定的なパスを幾度となく前線に届けるチャンスメーカーとしてピッチ上で水を得た魚のごとく躍動。トップ下に比べて攻撃時のコンタクトプレーが比較的少ないボランチのポジションに移り、ボールを持つ時間に余裕を持たせたことで、元来持つ視野の広さや卓越した戦術眼を最大限に生かしたボールさばきが可能になったのです。このピルロシステムの発明により強力な攻撃のパターンを確立することに成功したミランでしたが、その一方で本来守備的なミッドフィルダーに配置するべきボランチのポジションにディフェンス力の劣るピルロを起用したことで守備の穴が生まれる懸念がありました。そういった懸念点を払拭するべく、ピルロの脇を固める相棒にケント・ガットゥーゾを抜擢。アンチェロッティはセリアでもトップクラスの守備力を誇るガットゥーゾにピルロの周りを駆け回ってボールを刈り取る、さながらボディーガードのような役割を与えたことで、ディフェンス面に難のあるピルロの弱点を完璧に補完し、守備の負担を減らして攻撃に専念させることに成功したのです。こうして人員配置がピタリとはまったことで、攻撃のピルロ、守備のガットゥーゾという基盤が出来上がったピルロシステムですが、それをさらに強力なものとする重要なピースとなったのが、0203シーズン前インテルより移籍してきたクラレンス・セイドルフ。熱くたけだけしいプレーが持ち味のガットゥーゾとは対照的に冷静沈着で頭脳明晰なプレーメーカーであるセイドルフは、加入して早々高い戦術理解力を示してすぐにチームに馴染み、ピルロシステムの一役を担う選手として不動の地位を築くこととなります。そんなセイドルフの主な役割は、攻守に起点の効いたプレーでシステムの均衡を保つバランサーでした。攻守両面において優れた能力を備えた万能型ミッドフィルダーであるセイドルフは、攻撃面では決定的なパスやシュートでチャンスを作り出し、守備ではガッツーゾと並ぶ豊富な運動量で相手のチャンスを潰すディフェンスを見せるなど、2人の役割はどちらも平均以上にこなす器用さを見せ、基盤のできたピルロシステムをさらに一段底上げする重要な存在となったのです。もしセイドルフがいなければ、相手のマークはピルロに集中し、攻撃の目は潰されていたでしょうし、さすがのガッツーゾでも守備の穴を一人では埋められませんでした。そういったことを考えても、ピルロシステムを完成させるにあたり、セイドルフの存在がいかに大きかったかが分かりますよね。このようにピルロ、ガッツーゾ、セイドルフが名将アンチェロッティのもとに導かれるように集結し、選手個々のストロングポイントが完璧に融合した結果、絶妙なハーモニーを奏でるピルロシステムが誕生したのでした。ピルロ、ガッツーゾ、セイドルフという黄金トリオの形成により、強力な攻撃陣を生かす陣容と中盤の安定感を手に入れたミラン。ただボランチのポジションにディフェンス力の劣るピルロのような選手を置くことは、守備偏重のスタイルが主流だったセリアの当時の常識から考えれば受け入れがたいものであり、このシステムを採用した当初は指揮官アンチェロッティが周囲からクレイジーだと言われ批判を浴びることもありました。しかし蓋を開けてみれば、ピルロシステムを形成する3人はそんな批判を跳ね返すように洗練された連携と高い完成度を見せつけ、セリアのみならず欧州中のライバル
ルたちの度肝を抜くことになります。中盤の底で華麗に攻撃のタクトを振るピルロを相手はなかなか捕まえることができず、ステイロルフは起点の効いたプレーで攻守に躍動。イーザー攻撃に転じようとしたとしても、鉄壁を誇るガッツーゾが気迫あふれるプレーでピルロの周りを死守してチャンスを作らせないという完璧なまでの相性の良さを見せた黄金トリオがサッカー界に旋風を巻き起こしたのです。そして本格的にシステムを採用し始めた初年度である0203シーズンには、決勝でデルピエロやブッフォン、ダービスらを擁したイベントスを PK 戦の末下し、チャンピオンズリーグを制覇。ヨーロッパ王者というこれ以上ない結果を示したことで、考え抜かれた戦術に間違いがなかったことを証明してみせました。特にピルロはこのシーズン、セリアではパス成功数のランキングでトップに立つなど、難点である守備力を補ってあまりある類稀な攻撃センスを発揮して批判を一蹴するとともに、レジスタという役割を広く一般に認めさせる見事な活躍を披露したのでした。こうしてヨーロッパ中にその名を轟かせた三獣士たちは、年数を重ねるごとにさらに連携を深めていき、ローマから新加入したブラジルの伝説的右サイドバックであるカフーやルイ・コスタに代わる新たなスーパースターカカもチームに加わったことで、ミランは黄金時代へと突入していくこととなります。その結果、0304シーズンには2位ローマを勝ち点差11と大きく引き離しての圧勝劇でセリア制覇を飾り、0607シーズンには再び CL 制覇。この時ピルロシステムは成熟の時を迎え、ミラン黄金期の到来を告げるものとなります。特に0607シーズンの CL 決勝は、2年前に3対0の状況から追いつかれ敗北を喫するイスタンブールの奇跡を起こされ、苦渋を舐めたリバプールが相手でしたが、その借りを返すがごとくピルロは得意のフリーキックからインザーギの先制点を前立てし、ガッツーゾとセイドルフもジェラードやシャビアロンソといった相手のキーマンをことごとく潰すなど、3人ともが黄金トリオここにありという活躍ぶりで、因縁の相手にリベンジを果たし欧州制覇に貢献したのでした。このようにして3人揃ってレギュラーとして中盤を形成した2002年から7年の間に、実に8個もの国内外のタイトルを獲得し、2007年にはクラブワールドカップも制覇したことで、ミランを文字通り世界一のクラブに導いた伝説トリオ、ピルロ、ガトゥーゾ、セイドルフの3人はミランの歴史に深く名を刻むこととなったのです。こうして長年一緒にプレーしてきたことから、何者にも代え難い関係性を築き上げた三獣士たちですが、やがて他のどの選手にもあるように、怪我や年齢による衰えや他チームへの移籍により、彼らにも解散の時が訪れます。アンチェロッティもクラブを離れ、次世代の知将アレグリが指揮を取っていた2011年7月、システムの要だったピルロが同じくセリアでスクレットを争うライバルユベントスへの移籍を決め、10年間在籍したミランから離れる決断をします。誰もがピルロはミランでキャリアを終えるだろうと信じていただけに、ミランが契約延長をオファーしなかったことには当然驚きの声が上がりましたが、後にピルロは移籍を決めた当時の心境を、契約切れとなる年で、ラストシーズンは怪我のために4ヶ月間離脱していた、ミランは他の選手たちを起用していて、すでに別のチーム構想を見つけていた、しかし自分自身は31歳でまだ終わった選手とは思っておらず、あと2年間プレーできないかと打診した。だがお互いの思惑は一致しなかった。ミランでの居心地は最高だったので、私は残留したかった。そこへユーベ移籍のチャンスが訪れた。私のキャリアのもう一つの物語を綴るのに完璧なクラブを見つけたんだと語っていて、自ら契約延長を打診して最後までミランへの愛情を見せれば願い叶わずであったことを明かしています。そしてこれに続くように、翌2012年にはガッツーゾがスイスのシオン、セイドルフがブラジルのボータフォゴに移籍を決めるなど、一時代を築いた男たちは別々の道を歩むこととなりました。移籍に際しセイドルフは、素晴らしい10年間を過ごせた、私を支えてくれた全ての人に感謝したいとミランへの感謝を誠実に述べ、ガッツーゾも、俺の旅立ちはまた会おうに過ぎない、そして来年また話し合うことになる、今は何も計画がない、他の選手たちに場所を譲るちょうど良いタイミングなんだと、後にミランに戻ってくることを示唆しつつ男らしい言葉を残すなど、最後まで彼ららしさを見せながら愛するクラブを去っていき、3人が築いた黄金時代は終焉の時を迎えたのでした。こうしてミランでの戦いを終えたピルロ、ガッツーゾ、セイドルフの3人ですが、自分たちが中心となって革命的とも言われた新システムを成功に導いたことは、彼らにとって何者にも代え難い経験となっていることは明らかです。その証拠にガッツーゾは当時のピルロとの関係性を振り返り、私はユース時代を含めると約20年間も彼と一緒にプレーしてきた、どんなに苦しい時でも彼は常に僕の隣で安心感を与えてくれていたよ、私は自分がすべきことだけに集中し、残りのことはピルロが気にかけてくれた、私のキャリアにおいてたくさんのことを助けてくれたよ、私が彼にした以上のことをねと話すなど、キャリアを通して最高の相方と過ごせたことへの充実感を語っていて、サッカーにおけるビジネスパートナー以上の友情を築いていたことが感じられますよね。またセイドルフも、僕のキャリアにおいて最も重要だったのがインテルから移籍した時だったんだ、そこで僕はガリア
ラーニ副会長やアンチェロッティ監督と知り合って世界で最も強いチームの一つに加わったと語っていて、自身のキャリアの転換点となったのがミランへの加入とその後の活躍であったことを振り返っています。こういったそれぞれのコメントからもサッカー選手といえども一人の人間であり、どんなに能力が高くてもチームの雰囲気や戦術に溶け込めずに潰れていく選手というのも少なくはないプロの世界ですが、そうした中で抜群の能力を持った選手たちが同じ時代にミランに集結し、お互いに補完し合う最高の相性で新しいサッカーを作り上げたことは奇跡的なことだと思わされますよね。こうしてキャリアの大半をミランのために捧げた3人は現役引退後、ガッツーゾとセイドルフがミランの監督を務め、ピルロもユベントスやトルコリーグで指揮を取るなど全員が監督を経験し、指導者としての道を志すことに。幾重にも積み重ねた選手時代の実績から期待されるハードルは高く、3人がその期待を超えるほどの成績を上げたとは言えない状況ですが、まだまだ監督としての第二の人生は始まったばかりですので、今後の彼らの指揮官としての活躍にも注目していきたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございます。今回の動画ではミランの黄金時代を築いた三重師たちについて語っていきましたが、いかがでしたか？ピルロ、ガトゥーゾ、セドルフのそれぞれのキャラクターや彼らが作り上げたピルロシステムの成り立ちと功績についてお分かりいただけたと思います。いつの時代も新しいことに挑戦するにはリスクがつきまとうものですが、未知のシステムを天性のサッカーセンスで完璧に体現した3人の能力と、それを引き出したアンチェロッティの隻眼が新たな時代を切り開いたと言えますよね。現在は監督業の道に進んだ3人がこれからどんなサッカーを作り上げるのか、そしていつの日か彼らのうちの誰かがミランに舞い戻り再びスクデットを掲げる姿というのを夢見つつ、今回の動画を締めさせていただきたいと思います。クラックフットボールではこれからも黄金の中盤トリオ、そして魅力あふれる前線のトリデンテ、また堅牢と呼ばれたディフェンスラインを支える選手たちなど、様々な観点から歴史を取り上げていければと思います。面白いと思われた方はチャンネル登録と今後の動画もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。